おっそら勇者、今回もファミコンのロックマン6史上最大の戦いをやっていくわ。次はそうだな、そうだ、夜が明けたからインディアン行くわ。インディアンマン、嘘つかないやつだ多分。よし、おっ、ガンマン、まったくガンマンが出てくるとは。たまげん、たまんだわ。あっ、パワーロックマンの出番かな。あ、分岐ルートでパネルがゲットできるっぽいよね。あれ4枚だけ、全部にあるわけじゃないの。あ、解いちゃった。回復アイテムがちょっと出るだけ多いだけ。あく。まあいい、せっかくだから最後にこのゲットだ。ほっ、取ってよかった。一番なんかあんのかな。まあいいか。あ、岩盤だらけだ。よっ、よし、あ、あ、宿敵が襲いかかってきて、あ、なんだこれ、上でいいのか。ん、あー、さっきの。よし、宿敵、よし。あ、ええで。OK。なんだ。お、あー、分岐ルート行きそびれた。お、ジェットロックマン、いつ手に入るんだ。すぐ合流しちゃうけ。お、あ、あ、あ、こいつ切れ、こいつ切れ、こいつ切れ、こいつ、あ、よし、あ、あ、あ、やっぱいけないよね。よし、あれ、やっぱりどこ全体、あ、あ、あそこらへんか。お、無理か。よし、ん、何のために下に行け。ん、え、いや、無理でしょ。どういうこと。ほっ、あ、ジェットロックマンか。でジェットロックマン差別が起きてしまったわ。パワーロックマンじゃなぜダメなのか。あー、ルートが、え、お、パワーロックマンでもいいじゃないか。すごい落ちそうなんだけど、ウェイ、あ、怖い。よし、やらないか、ブルート。あ、いいよ。これあれだわ、武器エネルギー適当に取ったら少ないやつを回復してくれるやつだわ。そうそう、これ嬉しいよね。ロックマンワールド4から出てきたけど、ついにこっちにも本家にも出てくるようになったんだわ。よかった、パワーロックマンで。おっ、あ、無理じゃん。さあ、勝負だ。嘘つく。
かな今。うわっ。あ、スライディングで良ければいい系かな。あん。あペン。怖いよ、なんだあれ。チョコタ。あふん。あっと。それなんか最近ちょっと画面、ワールド4と違って広すぎて、ちょっと HP をちゃんと見れてなかったもんね。見とかないと。やってるとキュンキュンしちゃうからちょっと気をつけて、チラチラ遠いとあのブーメラン全然当たんないんだよね。恐るるに足らちゃった。あ、そうですか。あはん、近い。よし、行くよ。あん、あーしまフィニッシュ。フィニッシュはフルチャージショットで決まったんだろうね。みんなちゃんと見てたか。もしかしたら、ブルースがストーキングしてて勝手に書いてんのかな。アニメーション。You get. シルビアティとは。まあいいや。というわけで、チャオ。